こんにちは、カートレスタジオの亀田です。今日はですね、男性のトレーニングになります。そして鍛える部分、主に椅子、この椅子1個あればできます。じゃあ真似してみてください。まずですね、手をつくんですけども、手はちょっと広めに置きます。そして足をですね、椅子の上に乗せましょう。視聴者の皆さん、たまにね、高評価くださいね。このこういうマークのやつ、こういうマークのやつにポチッとね、ボタンを押してください。できるだけね、やっぱりいろんな視聴者に見てもらいたいんでね。そしたらですね、右足左足どっちでもいいので、足を一つ椅子の下に下ろします。このままでね、きついんでね、そして息も上がるんで、かなりね、男性にはいい運動になります。腕立て伏せをして、上がった時に足を上げていきます。下に下ろしてる足を起こしていきます。こういう感じです。これで、ね、上半身をつけながら、しっかりね、片足支えるんで体幹もつきます。逆の足までやってみましょう。椅子の下に足を下ろして、このままいつも楽しくないよとかね、もっときついのないのとかね、いつもきついよとかね、あれ何でもいいんでね、コメントください。皆さんを愛しています。きついっていうぐらいまでやってください。はい、お疲れでした。だいたいね、今の10回から20回ぐらい片足ずつね、やってみてください。普通にね、プッシュアップとか、そして腹筋1個ずつやるんじゃなくてね、同時にできるトレーニングの方が長続きします。1個ずつ分けていったらね、結構続かなかったりするんでね。なんで1種目でいいので、できるだけたくさんの部位を使えるトレーニングを見つけてですね、こういったね、今日やったようなトレーニング見つけて、毎日ね、やってみてください。そして激痛になっている場合ね、トレーニングはすればいいので、ね、そこまでね、追い込めてない人は毎日やってもいいです。頑張ってください。このボタンをポチッと押してもらっただけで、結構ね、見てもらう人が広がるみたいなんで、頑張ってね、押してですね、コメントもしてもらえたらと思います。皆さんとね、一緒にね、仲良く動画作っていきたいんでね、批判のね、コメントも全然嬉しいんで、何でもいいんでコメントください。